皆さんこんにちは、まもるです。今回のテーマはなんで上手い人は慌てずに打てるのになります。コーチなどの指導者の指示で足を動かしているもののついバタバタと焦ってしまう方が多いと思います。何が正解の動きでどこからが無駄な動きかを判断することはなかなか難しいですよ。そこで今回の動画を見ていただければ、常に慌ててしまう、バランスが悪い、無駄な動きが多いなどを一気に解決できるようになります。そして私のチャンネルではテニスが大好きな人に向けてのテクニック修正法や、普段皆さんが時間がなくてやれなかったことを私が勝手に検証する企画や、テニスの知識などを様々な角度からお伝えしております。今回の動画面白いなって思った方はぜひチャンネル登録の方お願いします。それでは行きましょう。はい、慌てずにテニスができるとどういういいことがあるのでしょうか。一つ目は今の状況が確認できます。慌てていると相手を見ることができません。常に飛んでくるボールのみを見てしまうと変化にも対応できなくなります。相手のどこにオープンコートがあるか、相手の次の選択は何かを見極めるためにも冷静になれるようにしましょう。二つ目はバランスが良くなります。冷静にテニスができると無駄な動作が減り、バランスが良くなります。バランスが良くなればステップ1で話したように相手に意識を置くことができるので自分にとって優位なサイクルになります。そして最後3番目は体力温存になります。まあこれは単純ですね。無駄に動かなければ体力の消耗は最小限で済みます。トーナメントで勝ち上がるために体力をキープすることはとても大切になります。ですので必要な時までは体力を温存しましょう。そこを理解していただいた上で話を聞いていただけると嬉しいです。次にどうすれば慌てずにテニスができるのかを考えてみましょう。今回はなぜ慌ててしまうのか、そのサイクルを考えることで必要なポイントを導いていきましょう。まず慌てると飛んでくるボールに必死に合わせようとしますよね。そうなるとバランスが崩れて次の準備が遅れます。そうなるとまた必死にボールに合わせるしかないですよね。これが慌てるメカニズムになります。次にどこを修正すればいいサイクルになるかを考えていきましょう。原因となるのは準備の質になります。構えて相手を見てボールの行き先を予測できれば慌てることはありません。まずはこちらを見てください。相手が打ったボールが自分のコートにバウンドしてからもう一度バウンドするまでがストロークで返球するゾーンになります。つまりこのゾーンに体が入りさえすればたとえボールが浅くてもこのように返球ができます。どこに2バウンドするかをイメージする。この考えを持てばインパクトする高さは変わりますが、ポジションをあまり変えずにラリーをすることができます。ぜひ覚えておいてくださいね。今回の注意ポイントはこちら。ショットの選択に注意をしましょう。2バウンドギリギリのボールをスピンで返球することは非常に難しい選択になります。インパクトの高さがある程度確保できる場合はスピンで返球し、ギリギリのボールはスライスで対応しましょう。それでは最後にもう一度確認していきましょう。最後までご視聴ありがとうございました。最後にまとめの前に少しお知らせがあります。今回のお知らせは私の心理カウンセラーの活動になります。 YouTube チャンネルメンタルバケーションでは前向きに生き抜くためにさまざまな表現で心休まるメッセージを癒しの音楽に乗せてお送りしております。本作は声優さんに心を込めて読んでもらっておりますので感動的な内容になっているものも多いです。テニス以外の活動でも何か行き詰まったことがあればヒントになると思うので興味がある方はぜひご覧ください。そして引き続き Twitter、Instagram、TikTok も概要欄の方からお願いします。それでは最後にまとめます。慌てずに余裕を持って返球するには相手を見てワンバウンド目から2バウンド目の間に入ることを意識しましょう。その時の注意点はスピンかスライスのショットの選択になります。ギリギリの時はスライス、余裕がある時はスピンで返球しましょう。それでは次の動画までさようなら。